こういう IC レコーダー最近音楽のダウンロードいろいろ問題になってますねただここで考えてもらいたいことなんですけど音楽聴くことが目的であってダウンロードすることが目的じゃないと思いますねあの正規にアップロードされてるコンテンツでしたら消えることはないですのでまあ、ネットに繋げて落ち着いてみればいい面倒くさいことをしてダウンロードすること必要ないですあとダウンロードしなくても 手元に音楽を録音することができますね。昔の人たち、私が小学生の時でもカセットテープというものを使ってテレビとつなげて録画する。そうするとテレビ放送の音楽は録画できました。レコードとか CD とか高かったですからテレビ放送で歌ってる音楽ケーブルをつなげてテープレコーダーで録音する。そういう知恵がありましてね。それを今に応用すれば全然難しくないですね。 さすがにカセットテープっていうのはちょっとローテックすぎますので、こういう IC レコーダー。これを使うといいですね。IC レコーダーって、この入力端子があります。このようなステレオジャックですね。これを接続します。入力のところにステレオジャックを接続します。あとはパソコンですね。パソコンにヘッドホン端子がついてます。ここに差し込みます。これで終了ですね。これでパソコンで流れてる音声が IC レコーダーに入ります。 パソコンで音楽を再生して IC レコーダーの録音ボタンを押す。これだけで録音できてしまいますね。ケーブルで繋がってますので音いいです。あとこの方法昔からエアチェックと言われる方法として認められてました。だから個人的に録音した音楽を使うのであれば問題なのかなっていうのが私の解釈ですね。個人的に録音した音楽を聴いてるのであれば、まあ、問題ない。そう考えますね。 ダウンロードサイトとかダウンロードのソフトとか正直ややこしいです。動画配信サイトのサイト側もいいことだと思ってないですのですぐにダウンロードサイトが使えないように改変します。あと法的な圧力でダウンロードサイトを閉鎖させます。YouTube Fire が閉鎖になったその理由は YouTube からの訴えですね。こういう感じでダウンロードサイトとかダウンロードソフトそういうものを作っても 閉鎖されたり、バージョンが上がって使えなくなる。そういうことがありますので、まあ、この方法、ヘッドオン出力付きのパソコンとケーブル、それと IC レコーダー。この3つがあれば、自分の好きな音楽、手元に置いときます。IC レコーダーで録音したのをパソコンに戻せば、パソコンの中でも再生できますし、IC レコーダー、これで聴いてもいいですね。これにヘッドオンさせば聴けますので、転送する手間とかないですね。あとは最近 YouTube、プレイリストって作れますので、 プレイリストで好きな音楽を並べといて連続再生する。それを IC レコーダーで録音する。難しくなくて時間もかからない。音もそこそこいい。そういう解決策なのかなと思います。IC レコーダーとかケーブル。ちょっとローテクっぽいですけど、素早く目的を果たすにはこの方法がいい。私はそう思いますね。いろいろ考えるより、わかる方法で何かやる。これ重要です。 この動画の音声欲しいですね。でも簡単に入手できます。まず必要なもの。まずはヘッドホン出力付きのパソコン。これとステレオジャック。あと IC レコーダー。この3つだけですね。3.5mm のステレオジャックをパソコンのヘッドホン出力に挿します。次に IC レコーダーのマイク端子に反対側を挿します。これでセットアップ完了です。IC レコーダーの電源を入れます。これで IC レコーダーの 録音ボタンを押します。録音状態になったら動画を再生しますヘッドオンジャックにケーブルを挿すと音が聞こえないですのでもし音を聞きたい場合は IC レコーダーにヘッドホンとかイヤホンを挿してくださいこれで動画の再生が終わりましたので IC レコーダーを停止します こうしましたら聞いてみましょう IC レコーダーの再生ボタンを押します <noise> こんな感じで録音できましたもし音が割れてるようでしたらヘッドホンのボリュームを絞ってくださいまたは IC レコーダーの入力ボリュームそれを絞ってくださいこれで音は割れなくなりますあとファイルとしてほしい場合 その場合、IC レコーダーにはこう USB の端子がついてますので、パソコンに接続すれば w ェブファイルとか MP3 ファイル、それが手に入ります。